ウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州で撮影されたとみられる。ウクライナ軍の旧式戦車がロシア軍の T-72 主力戦車を一撃で撃破する様子を捉えたとされる動画が公開されて話題を呼んでいるよ。この動画はウクライナ兵器トラッカーと称する兵器専門家などが運営するアカウントによってツイッター上に投稿されたもので、ルハンシク州のノボセリウスクの近郊でウクライナ陸軍の精鋭中の精鋭とされる第92独立機械化旅団所属の T-64BV がロシア軍の T-72B を撃破する様子が撮影されたものだというぜ。やっぱりいくら戦車の性能が良くても、乗り手の技量や作戦が稚拙だと破壊されちゃうってことだよね。さて今回は、ウクライナ軍の旧式の T-64 戦車が、ロシア軍の T-72 戦車を撃破したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍のドローンから撮影されたとみられる動画は、直線道路においてわずかな距離で対峙するウクライナ軍とロシア軍の戦車を捉えていて、その後ウクライナ軍の T-64BV が主砲を発射してロシア軍の T-72B に命中して炎上していて、さらにウクライナ軍の T-64 がもう1発を発射してとどめを刺す形で、炎と煙を上げているロシア軍にもう一撃を与えているよ。なお、この動画はウクライナ国防省もツイッターに投稿していて、第92独立機械化旅団が撮影した動画であるとして紹介しているね。ウクライナ軍が使用したとされている T-64 は、旧ソ連が開発した第二世代主力戦車で、それまでは簡素な作りで大量生産が可能で、簡潔かつ堅実な構造で取り扱いが楽なことを追求してきた旧ソ連戦車としては珍しく、複合走行、滑降砲、自動装填装置など新技術が積極的に盛り込まれているのが特徴なんだ。この T-64 は1966年12月に正式採用されているんだけど、当時のソ連の同盟国であるワルシャワ条約機構加盟国や友好国などに輸出されず、ソ連のみが保有していて秘密裏に旧東ドイツのソ連軍東部軍集団や、ハンガリーなどに配置されていた南部軍集団などに配備されていたみたい。西側諸国では1985年の対独戦勝40周年パレードにこの T-64 が登場するまで、T-72 の影に隠れた正体不明の新型戦車としていて、その存在に気がついていたものの性能などの詳細を知らず、T-72 の開発の元になった失敗作との見方をしていたというんだけど、実際には、新機軸を盛り込みすぎた T-64 の運用が難しいこととコスト高を補うために、ハイローミックスの形として T-62 などで培ってきた旧来の質実合憲的な技術と、T-64 のスタイルを合わせた普及型が T-72 であるとされているね。そのような事情で開発された戦車であるために、生産数においては T-62 の約1万、9000両、T-72 の約2万、2000両には劣るものの、1964年から1987年までに様々な派生型を含めて約1万、2500両が生産され、1991年のソ連崩壊後もロシア連邦陸軍とウクライナ陸軍で多数の T-64 が現在も運用されているんだ。ウクライナの VOMR 衛星記念工場では T-64 に独自に大幅な近代化改修を施した。T-64BM ブラートが開発されており、2005年に17両が納入されて以来、T-84U オプロート西側仕様の砲塔を搭載した BM オプロートも含むとともにウクライナの新しい主力戦車として配備されていたよ。その一方で、ロシアでは T-64 の開発生産拠点がすべてウクライナ国内にあったことから、整備用パーツなど消耗品の供給に難があるなど理由で、保有していた T-64 に対して T-72 に施したような積極的な近代化改修は行われず2017年までに退役させているな。このことから、動画の中で第92独立機械化旅団の T-64BV と紹介されている戦車は、T-64BM ブラートではないかとの見方を示す声もあるぜ。仮にこの動画に登場するウクライナ軍の戦車が T-64BM ブラートであれば主砲には 125mm ヌメ後方に A46M が搭載されているほか、T-84 に準じた装備が搭載されており、
コンタクト5装甲級K120SD り、対戦車ミサイル 1A45 イルト一種射撃管制装置、TKN4S レーダーサイト PZU7 サイト、DRN4E ブラーン E 暗視装置などの近代化が図られているとみられるね。また撃破されたロシア軍の T-72 は T-64BM と同じ 125mm 滑降砲に A-46M が搭載されているため、T-64 とは攻撃力の点で互角であり、ロシア軍が運用している T-72B3 は第 2.5 世代でありながらも、総合的なバランスの良さから第3世代主力戦車に相当するとされているんだ。しかしながら、T-72 で採用されている回転型自動装填装置は本来、弾薬を被弾率が低い車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったものが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が戦闘室を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷しやすいことが判明したぜ。また、車内に剥き出しの予備弾薬を搭載している場合には、被弾した砲弾が貫通して弾薬庫を直撃しなくとも、防護されていない予備弾薬に引火して車内に甚大な被害をもたらすこともあるな。この T-72 が被弾した際に砲塔が吹き飛ぶことは、湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではジャック・イン・ザ・ボックス・びっくり箱として T-72 を揶揄する別称で呼んでいたほどなんだ。ウクライナ軍参謀本部によると、ロシア軍はウクライナ侵略を開始した2月24日以降、12月12日までに3000両機械戦車を喪失しており、ロシア国内でウクライナに投入できる稼働可能な T-72 の在庫はほぼ枯渇しているとみられ、周辺で T-72 を保有しているベラルーシ軍から T-72 の供与を受けているだけでは足りず、旧式の T-62 戦車の保管在庫に簡単な近代化改修を施して前線に投入しているとされているよ。また戦車用砲弾の在庫については、ウクライナ軍の高機動ロケット砲システム、ハイマースなどによる2弾薬集積場の破壊や、弾薬庫を残したまま退却するなどの不手際もあり在庫が枯渇しつつあるのではないかと見られているんだ。戦車戦の動画が撮影されたと見られるルハンシク州では天候不順によるぬかるみの発生などもあり、ウクライナ軍が少しずつ非占領地を奪還していると見られているが、12月上旬に同州のカディフカにあるロシアの民間軍事会社ワグネルの拠点となっていたホテルが、ウクライナ軍によると見られる攻撃を受けて破壊されたとして、ルハンシク州のハイダイ知事が明らかにしているみたい。ハイダイ知事によれば、多数の死傷者が発生していて負傷者の半数以上は助からないとしている中、ロシア国営のタス通信が地元の親ロシア側当局者の話として、ウクライナ軍のハイマースによる攻撃でワグネルの拠点が破壊され、救出活動が続けられていると報じているが、ロシア国防省などロシア当局側からはこの件に関するコメントは出されていないよ。ワグネルの戦闘部隊は現在、ルハンシク州の隣のドネツク州バフムートに展開しているとみられていて、正規軍ではない傭兵部隊であるにもかかわらずロシア軍として行動しているな。バフムートを防衛しているウクライナ軍兵士によると、この地域に親ロシア派武装勢力が設立を宣言したドネツク人民共和国や、ルガンスク・ルハンシク人民共和国の兵士はほとんどおらず、接近している Z マークをつけた正規軍の数は多いものの、ほとんどが9月に発令された部分的動員令によって招集された予備役兵士の部隊であるとみられ、満足な装備を与えられず練度が低いためにこれまでに多大な戦死傷者を出しているとされているよ。技量の伴っていない新兵を犠牲にする戦い方は相変わらずだね。ワグネルの戦闘員はそれなりに練度が高く、士気も正規軍よりは高いとされ、唯一ウクライナ軍に対して攻勢に出ているんだけど、ワグネルは予備役招集兵を石膏としてウクライナ軍の前面に出し、ウクライナ軍に攻撃させてその位置を確認するためのステージとして活用しているとみられ、その非道な扱いにはウクライナ軍兵士でさえも同情を寄せているみたい。しかしながら、ワグネルのウクライナ国内における拠点が壊滅状態となったことで、今後ワグネルの動きが変わる可能性が高いとの見方があり、注目されているな。そして12月11日、
ウクライナのレズニコフ国防相が現在の戦況について触れ、ぬかるみによって戦車などの戦闘車両が移動できないために膠着状態にあることを説明した上で、ウクライナ軍は自国の領土を奪還するために、冬の訪れともに地面が凍結するとともに反撃を開始すると述べて、領土奪還に向けて強い意志を表明したよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ南部にある2014年からロシアによって不当に占拠されているクリミア半島において、2023年3月29日に SNS などに同半島中部のシンフェロポリ市付近にあるロシア軍航空基地付近で爆発が発生したか、あるいは火災が発生したとみられる黒煙が立ち上っている様子が撮影された動画が投稿されたよ。クリミア半島においてロシア側が市長として任命したセルゲイ・アクショノフ氏がこの件に関連してテレグラムに投稿しているが、同氏によればウクライナ側のドローンがシンフェロポリ近郊で撃墜されたとしていて、ドローンは畑に墜落して、死傷者や建物の損壊はなかったというぜ。いよいよウクライナが本腰を入れてクリミア半島奪還に向けて動いているみたいだね。さて今回はそんなクリミア半島のロシア軍基地付近で、ウクライナ軍のドローン攻撃と思われる爆発が起きたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これらの情報について、ロシア側のクリミア市長顧問の、オレグ・クリチコフ氏がこの火災についてウクライナ軍による航空基地攻撃によって引き起こされたものであるとして、ウクライナ軍はジェットエンジンによって長距離飛行が可能なストリーシと呼ばれるドローンを使用して攻撃した可能性が高いとしているよ。このストリーシとは正式名称をツポレフ141とされ、旧ソ連が開発して1979年から1989年にかけてソ連の西側国境地帯に配備され、ソ連陸軍が北大西洋条約機構NATO加盟国の偵察に運用していた、ジェットエンジンを搭載する大型の偵察用ドローンのことを指しているんだ。全長 14.33 メートル、翼幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートル。翼面積 10.0 平方メートル、全備重量 6.215 キログラムと、全長 14.33 メートル、翼幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートル。翼面積 10.0 平方メートル、全備重量 6.215 キログラムと、大型の機体オツマンスキー KR-17A 推力 19.6 キロニュートンというジェットエンジンによって、最高速度 1100km 毎時、巡航速度 1000km 毎時、航続距離 1000km、 実用上昇限度 6000m との性能を発揮するとされているね。機体のデザインは、ダーツの矢のように後方にデルタ翼が配置されていて、前方には小さなカナード翼が配置されており、KR-17A ターボジェットエンジンは後部の垂直尾翼の下で胴体の中心より上方に搭載されているよ。ストリーシュの機体は発射用の台車上から固体火薬ブースターで射出され、任務を終えて帰還する際は着陸後の滑走中に機体に格納されているパラシュートを開いて着地する方法をとっているため、繰り返し使用することが可能であり、敵の最前線から後方数百キロメートルまでの範囲を高速で飛行しつつ、地上からの遠隔操縦で偵察任務を遂行するドローンだな。ストリーシとはロシア語で甘ツバメを意味しており、ロシア軍ではこの機体にフィルムカメラや赤外線画像装置に EO 画像装置、イメージングレーダーなどの多様な偵察用機材を積み込んで偵察や監視に運用していたが、すでに1989年には全てを退役とさせていたぜ。ウクライナ軍においても旧ソ連の崩壊時に数十機を保有していたもののやはり一時退役させていたんだけど、2014年のドンバス戦争において現役として復帰させ実戦に投入されており、現在も遠隔操縦装置などを近代化させた上で稼働状態にあるものが多数あるものと見られていて、偵察監視用機器を外した後のスペースに索薬を搭載して発射すれば、長射程の自爆攻撃型ドローンとして運用することも可能なんだ。2022年12月5日、ロシア国内にある3カ所の空軍基地がウクライナ軍のドローンと見られる飛翔体による攻撃を受け、3人が死亡して4人が負傷、
戦略爆撃機2機が損傷を受けたほか、燃料関連施設などが炎上するなどの被害を受け、翌日6日には今度はウクライナとの国境沿いの西部クルスク州にある空軍基地にある石油貯蔵施設が、やはりドローンと見られる攻撃を受けて火災が発生したみたい。これら一連のロシア国内への攻撃について、ロシア国防省がウクライナ軍のドローンによる攻撃を受けたと発表したけど、ウクライナ側からは攻撃の事実を認めるコメントは出されておらず、この時期のウクライナ全土に対して、ロシア軍の巡航ミサイルやイラン製の自爆攻撃ドローンシャヘドによる民間インフラ施設などへの国際法に違反する無差別攻撃が相次いでいたね。攻撃を受けたジャギレボ基地とエンゲルス基地は共にロシア航空宇宙軍の戦略爆撃機の拠点であり、これらの基地から発進したツポレフ 95MS などの戦略爆撃機から発射された基地巡航ミサイルによって、ウクライナ全土へのインフラ施設設備への爆撃が実施されていることから、ウクライナ軍がドローンを発進させて攻撃を加えてロシアによる軍民無差別のインフラ攻撃に対する報復を実施したのではないかとの見る向きが多く、他国に向けて非道なミサイルを発射すれば、その発射地点には神が UFO を派遣して攻撃を加えるだろうとの内容の投稿を、ウクライナ政府高官が SNS に発信するなどしていたことからも、ウクライナ軍が関与している可能性が高いと見られていたぜ。しかし、12月5日に攻撃を受けた2カ所の空軍基地のうち1つは、首都モスクワから南東に 200km ほど離れたヤザン州ジャギレボ空軍基地で、基地要員3人が死亡したとされた。この基地は現在戦闘が続くウクライナの最前線から 500km 以上離れており、もう一つのロシア西部にあるサラトフ州のエンゲルス空軍基地もまたウクライナ領内の最前線から 700km 以上の距離があるが、その時期にウクライナ軍が運用していると見られていた攻撃型ドローンは、アメリカ製のスイッチブレードやフェニックスゴーストなどでは航続距離が短いため、ウクライナ領内から発進させてもロシア本土の奥深くにある基地には届かないんだよな。また、ロシアが侵略を開始した当初にその車列を攻撃して名を馳せたトルコ製ドローンバイラクタル TB2 でさえも、その航続距離は 150km ほどでしかないことから、それを使用した攻撃でないことは明らかだったよね。ウクライナの軍需企業ウクロボロンプロムが航続距離 1000km 以上と言われる新型ドローンを開発中との情報があるものの、完成に近づいているとされて入るが試験段階の兵器をロシア本土攻撃に使用することは懸念が多すぎるために考えにくく、今回のクリミア半島での攻撃もまたストリーシュによるものとの見方が広がっているみたい。2023年3月中旬以降、クリミア半島のロシア軍施設への攻撃が増えたとされていて、SNS などに爆発によって火災が発生している様子などが撮影された動画が投稿されるなどしていて、アメリカの CNN がクリミア半島のロシア海軍黒海艦隊の司令部などがある、セバストポリ軍港とそこへの兵站供給ラインに対するウクライナ軍の攻撃が増えたと指摘しているよ。ロシア側が指名したセバストポリ州のミハイル・ラズボザエフ知事が22日、ウクライナ軍のドローンがセバストポリ軍港を攻撃したけど、ロシア海軍がドローンを撃墜したために人的被害や船舶の被害はなかったとはいえ、港周辺の建物のガラス窓が割れたりした被害があったことを明らかにしたんだ。また、20日にはクリミア半島北部にあるロシア軍の兵站集積拠点であるジャンコイにドローンによる攻撃があったとされ、ウクライナ国防省が鉄道で輸送中であったロシア軍のカリブル巡航ミサイルを破壊したと発表したんだけど、ロシア側はドローン攻撃を受けた事実は認めたものの、カリブルが爆破されたことなどには言及していないよ。ジャンコイでは昨年の8月16日にも、ロシア軍の弾薬庫が攻撃を受けて貯蔵していた弾薬が爆発して大きな火災が発生したことがあり、SNS に巨大な火球と黒煙が上がる画像が投稿されているんだけど、この爆発についてロシア国防省は、弾薬庫の他に送電線や発電所、鉄道線路、住宅などの民間施設が被害を受けたと発表し、ウクライナ軍による攻撃であるとしていたけど、ウクライナ側ではそれを認めてはいないんだよね。クリミア半島ではこれらのドローンによる攻撃のほか、
地元の反ロシア派住民などによるパルチザン活動も活発化しており、これらの動きから4月以降とみなされているウクライナ軍による反転攻勢作戦が、東部戦線ではなくクリミア半島奪還作戦などではないかとして、クリミア半島の親ロシア派住民の間で不安が広がっているとされているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年3月30日にロシア国防省が、ウクライナ軍が発射したとされる短距離弾道ミサイルグロムにフリム2を迎撃したことを発表したよ。ただ日時や迎撃した際の状況、発射地点やロシアのどこに向けて発射されたものであるかなどの詳細は明らかにされておらず不明だな。ロシアお得意のプロパガンダかな？どうだろうね。さて今回はそんなロシア国防省がウクライナ軍の弾道ミサイルを迎撃したと発表したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナは旧ソビエト連邦の一員であった頃は核弾頭と共に多種の弾道ミサイルが配備されていたんだけど、1991年のソ連崩壊後の独立とソ連製の核兵器を放棄したため、国内で運用していた弾道ミサイルは射程 120km の OPR-21 と地下 U だけとなったんだ。ウクライナ国家安全保障国防委員会は2006年、ウクライナ軍が運用していた統治下 U が老朽化していたことと、射程 120km ほどしかない統治下 U のアップグレードのために必要なパーツはロシアの軍需企業が生産しており、ウクライナ国内では不可能であったために統治下 U よりも、優れたミサイルシステムの必要性を認識して国内開発することを決定し、ウクライナ中部のドニプロにあるピブデネデザインオフィスピブデンヌが設計開発を担当することになったよ。新たに開発される弾道ミサイルはサクサンと名付けられ、その後マイダン革命による停滞や政権交代などの度に開発と廃棄が繰り返されながら、2011年にはグロムフリムと呼ばれる新しいミサイルシステムがサウジアラビアの資本によって開発が進められ、ピブデンヌはその経験をもとにサクサンの開発をウクライナ政府に提案して同意を得たらしいな。その後、2014年にキーウで開催されたアームス&セキュリティにおいてフリム2が発表され、2016年にはサウジアラビアが4000万ドルの研究開発費を提供するなどを経て、2017年5月にはフリム2を2発搭載可能なトランスポーターエレクターランチャー車両が公表されたぜ。2019年4月に2発のフリム2が完成したことが報じられ、ウクライナとサウジアラビアそれぞれが1発ずつを保有してテストをすることになっていたんだけど、その後は全く情報がなく、2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵略が始まったために、実戦配備までには至っていなかったものと見られていたけど、射程距離が 280km とされているため、もしロシア国防省の発表通りに撃墜されたミサイルが本当にフリム2であるとするなら、戦時下ゆえにテストを兼ねて実戦で発射したとも考えられるね。今年になってウクライナ防衛産業協会のイワン・ビンニク会長が、2022年5月にはビルカイムが初めて戦闘で使用されたと明らかにしていて、ハイマースの長射程 GPS 誘導ロケット弾が届かないロシア軍占領地域でたびたび発生している爆発は、この射程 130km 以上とされるビルカイムによる攻撃だった可能性が浮上していたみたい。ウクライナが独自に開発していたビルカは弾頭重量 250kg で最大射程 70km とされ、旧ソ連製の多連装ロケットシステムマース BM30 スメルチから発射可能なロケット弾で、GPS 以外の誘導方式を採用しているとされ GPS が妨害されている状況下でも誘導が可能であり、その弾頭重量を 170kg に減らして射程を 130km まで延長したものが登場し、ビルカイムとして量産が開始した矢先にロシアからの侵略を受けたためにどこまで実戦部隊への配備が進んでいたのかは不明なんだって。このビルカイムが事前にテストをせずに実戦で試されたことが事実であるとするならば、フリムにも同様に実戦をテストとして発射された可能性は否定できず、ウクライナ側からこのフリム2に関してのコメントが発信されるか、ロシア国防省からの続報が待たれているよ。
また、ウクライナにおいては射程距離 300km とされる巡航ミサイルも開発が進められたとしているけど、開発に成功したとするとの情報があるもののその信憑性は低いと見られているんだ。ウクライナ軍はこれまで、アメリカから供与された M142 高機動ロケット砲システム、ハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システムマースから、発射可能な長射程 GPS 誘導ロケット弾 M31 による遠距離精密砲撃によって、ロシア軍の兵站集積施設や補給路を攻撃したり司令部や兵舎などを攻撃して、人的損害を与えたりすることで最前線のロシア軍部隊を弱体化させてきたけど、そのことに気づいたロシア軍が補給拠点などをロケット弾の射程約 80km の後方に下げたため、その効果を期待できなくなっているよ。アメリカにはマースから発射可能な射程 300km の GPS 精密誘導の戦術弾道ミサイル、MGM-140A タクムスの提供を望んでいたが、ウクライナがロシア本土を攻撃可能な兵器を持つことによる戦争のエスカレーションを危惧する。アメリカのバイデン大統領が供与を拒み続けていたな。しかし、西側諸国の新型戦車や装甲車の支援を受けたウクライナ軍が反転攻勢に出るためには、昨年のハルキウ州とヘルソン州奪還作戦時と同様にロシア軍の後方補給路などを叩いておく必要があるため、最前線から 100km 以上後方に置かれているロシア軍の兵站集積地を攻撃する必要があるぜ。戦闘を激化させるか、早期終結のために有効打を供与するか、悩みどころだったんだろうね。その状況を踏まえてだろうけど、アメリカは2月3日にマースから発射可能な、GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメターボム地上発射型小口径爆弾という、射程 150km とされるロケット弾をウクライナ軍に供与することを発表したよ。この GLSDB とはアメリカのボーイング社が開発していて、既存のロケット弾 M26 のロケット推進部分と、スウェーデンのサーブ社が開発した航空機から投下して滑空しながら GPS と INS によって目標に誘導される、小直径爆弾 GBU-39 を組み合わせてもので、マースから発射された後はロケット推進によって高度を稼ぎ、最高高度に到達したところでロケット推進部分を切り離し、弾体に収納されていた翼を展開して滑空し、GPS 誘導によって 150km 先の目標を正確に攻撃できるとされているため、ウクライナ軍にしてみれば喉から手が出るほど欲しい兵器だと思う。しかしながら、M26 はアメリカに豊富に在庫あるものの、GBU-39 は在庫がなく、サーブ社との契約や改修などのために供与が9月になると見られ、この春に実施されると見られている反攻には間に合わないため、ウクライナ側が短距離弾道ミサイルの実戦配備を急いでいる可能性が高いとの見方が広がっているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。